やっぱ世界を相手に戦いたいっていう気持ちがやっぱ個人的にすごく強いので、東京オリンピックでこう引退を終わってからしようかなとは思ってたんですけども、やっぱまだ心残りでその世界大会のあのレベル、あの強度をやっぱりもう一度ちゃんと戦い通して、結果を出して、まあ、終わりたいなっていう思いは強いですね。懐かしいです。ここにうじゃうじゃ人いたんですか。まあ僕が新州時代に毎日練習をしていた場所になります。まあ試合としてもこの会場を使っていた時代が長くてですね。まあいずれはね、ここがパンパンになる時代が来るんですよね。チームとしての成長も、自分が一緒にこのチームにいながら感じることができてましたし、何時間ここに毎日いたんだっていうねくらいここにいたんで、やっぱ思い入れがすごいありますね。選手としての自分たちの成長をこうずっと近くで、家族のように見守ってくれてる人たちがすごくやっぱ多いなと思ってましたし、この山と人の温かさっていうのがすごいあのやっぱ印象強いですね。洋介さんの言葉聞いたら頑張れるみたいな。なんか人間的で面白いところは、普通の選手じゃないそのオーラというか、あのその風貌というか。本当に？お、見てる。嬉しい。新生の斉藤洋介選手なんですが、放送は5月2日です。見てねー。B リーグのシーズン中に、オフシーズンうちでプレーしないかっていうオファーが来まして、その時に同時に東京オリンピックの正式種目なんだよっていう話も、まあ、されまして、自国開催で東京オリンピックが、開催されるっていうのはやっぱり奇跡の確率に近いなって、あ、これはもうなんかもう俺のためにあるようなもんだなっていうふうに思い始めて、即決断して、3人制に転向しました。6名に最後残ることができませんでした。歯がゆさと悔しさと情けなさをこう感じている状況です。自分がこう成し遂げられなかった夢っていうのを今自分と後ろに控えている若い世代に託して、自分の夢を一緒に乗せたいなっていうふうに思います。東京オリンピックでこう引退を終わってからしようかなとは思ってたんですけども、まあ東京オリンピックの時はですね、日本は開催国枠として、出場権を獲得できたんですけども、まあ来たるパリ五輪は開催国枠はもちろんないですし、日本の国別ランキングっていうものをこう上げていかないと、そもそもパリ五輪に出場することができないっていう現実を今、日本は突きつけられているので、その日本のランキングを上げるために、やっぱ誰かが、日本人がですね、こう世界大会へ出場していかないと、とても世界の、ランキングに追いつけるポイントを得ることができないんですよね。なので、日本をパリ五輪へこう出場させるために貢献できたらなというふうな思いが強いですね。その世界大会のあのレベル、あの強度をやっぱりもう一度ちゃんと戦い通して、結果を出して
まあ、終わりたいなっていう思いは強いですね。まあ、世界大会に、もう毎週のように出場していた頃っていうのはよかったとかそういうコメントとかね DM をいただいたりとかもしてたんで、ものすごく後押しになった部分は、あります。特にですけどもプロ初年度として住ませてもらった、栃木県、その次の年から創設メンバーとして拾っていただいた、長野県、やっぱここの、2つの地域には僕としても特別な思い入れもありますし、日本の期待そして、栃木長野の、皆さんの期待を背負って、世界で戦いたいなというふうに思ってます。